5日に行われたガーディアンズホワイトソックス戦で、1死2塁からラミレスは2塁に滑り込んだ。その際、アンダーソンの両足の間に勢いよくヘッドスライディング。起き上がったラミレスとアンダーソンが口論となり、殴り合いが始まった。ガーディアンズの地元放送局バリースポーツ、クリーブランドが公開したインタビューで、ラミレスは昨日の試合のことではなく、それ以前からそういう部分があった。彼に対してそういうことはやめろと伝える機会があった。無礼だぞ。走者に対してそういう風にタッチするなと、彼は殴り合いをしたいというようなリアクションだったから、僕は自分自身を守る必要があったと説明した。ラミレスはボクシングに心得があるのかな。アンダーソンは見事なフックが入ってダウンしたのに、立ち上がってまだ向かおうとしている気概はすごい。スライディング後に勢い余って一瞬離塁するケースに備えて長時間タッチし続けるプレーが最近よく見られるけど、今回もそれが原因じゃないか。コセラミ選手はリーダーシップありますからね。チームで問題視してたのかな。それにしても見えない角度からいい右フックだったね。ラミレスがそう言っているのだから伏線はあったはずだし、やり合ってスッキリしたとは思う。一度乱闘になると全員入り乱れて普通に格闘技みたいになるな。ラミレスのバックステップからの右フックを見事。野球の乱闘でノックダウンされた場面を見るのは初めて。ラミレスの右フックはかなりの技術。ラミレスの体格はボクシングではヘビー級だろうし、パンチが当たればそうなるよね。仲良し小良しでやるのも全然構わないんだけど、昭和のプロ野球を見てる側からするとたまにはあってもいいんじゃないかと思う。いい争いはあっても野手がグローブを外してファイティングポーズからのちゃんとしたボクシングとかほとんど見たことがない。塁審は一旦は二人の間に割って入って争いを制していたが、二人がファイティングポーズを取った途端後方に引いていった。ボクシングのレフリーと勘違いしているのでは。拳を怪我したら混乱に差し障りが出るからほどほどに。